はい、翔吾でーす。モニョでーす。さあ、サルサルーサの振り付け講座始まります。モンチッチとのコラボソングということで、最初は縦乗りからトロピカルに踊っていきましょう。ここからが TikTok のよく出てきます動きですね。はい、合唱してからの傾ける。続いてモンキーダンスか、基本モンキーダンスが始まります。そうですね。でサルーで乾杯。これ声も出してほしいなと思います。サルーってライブではね、いや大きな声で元気よくいきましょう。はい、もう一度合唱から傾ける。でその次は、ハイタッチからのアミゴチョリースです。ここも簡単。バンギャ、バンギャならできる。バーンですね。指揮者のつもりなんでしょうかね。はい、バーンバーンバーン。でこの後もう一度、手を上げて縦乗りに入ります。まあ振り付けはすごく簡単なんで、まあサルサルーサはサビのモンキーダンスの細かいところを皆さんに覚えてほしいなと思います。で続いて、もう一度横揺れ。これ A メロはここで初めて登場します、ね、そうですね。はい、構成が演奏側からすると多分難しい曲です。そうですね。はい、はい、続いてこのくるりん片手っていうね、はい、これはくるりん片手。そう、ベビキンでは実はね意外とあるようでない振り付けなんですよね。今回カラベラスとサルサルサ両方に入ってます。はい、これよっしゃーね、声を出していただけたら最高です。なんでよっしゃーなんやろな、はい、これもレコーディングの日にカラマリが急によっしゃーって言おうって言い出したな、うん、ここまで俺らはね、はい、てか作詞者としては、はい、スペイン語をね、はい、たくさん入れていったんですよ、はい、なのにレコーディング当日にいきなり日本語のよっしゃーが入ってくるというぶっ壊されたんですけど、まあ、それはそれで面白いかなということで採用しました、はい、さあこの続いて、もう一度栄養が入りますのでね、縦乗りの栄養。そうですね、僕のように足を動かすと隣の人に当たったりするのは危ないですからね、はい、それやめた方がいいと思います。でも全然もうね、当たらなければいいんですよ。そう、当たらなければいいですか、ね、当たらなきゃいいんです。当たってもまあ友達になれるならそれでいいですよね。はい、横揺れです。A メロはこの2回で終わりますからね、はい、この後、唯一のヘドバンゾーンでございます。さあもうモンチッチのね、参加を喜ぶぐらいのねヘドバンを皆さん、モンチッチヘドバンできんのかな。モンチッチはヘドバンできないのかなモンチッチは多分ヘドバンできない、ヘドバンできないと思います、ね。皆さんこの曲はモンチッチも一緒に踊ってくれますから、はい、ツアーファイナルもしかしたらモンチッチ登場してくれるかもしれないですからね、はい、一緒にモンチッチと踊りましょう。あ、ラスサビ前はよっしゃじゃない、やったーになります。なんでやったーなんですね。それもトラマルが言い出したんですけど、はい、これも丸乗りですからね、はい、よっしゃとやったーです。サルーは声出して、はい、もう一度、合唱してから体を固めてる。はい、でも一番これ壁際の人どうすんねん問題なんですよ。ハイタッチ、壁とハイタッチじゃん。そう、壁とハイタッチ、壁とハイタッチでしょ。ライブハウスイエーイってことですよ。ライブハウスと友達になってくれという感じですね。ラスト営業が入りますよ。はい、縦乗りでしっかりね上下に手を振っていただければ、ね、あともうこれだけなんで、はい、疲れた方も頑張って上げていきましょう。はい、そんな感じで楽しんでいきましょう。翔吾でした。モニョでした。はい、ということで今のがサルサルーサの振り付け講座でした。はい、もう本当にねシンプルなものが組み合わさってるだけですのでね、はい、老若男女問わず、はい、ね、モンチッチであろうが人間だろうがみんな踊れますのでね。そうですね、30キロカロリーぐらい消費します。はい、ですので、はい、ぜひねリアルなとこ行ったな、はい、皆さんぜひね、ライブ会場で一緒にサルサルサ踊りましょうということで、はい、バイバイ、バイバイ。